追いついたで。なんやわれ、邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそー、この辺ぶっ殺したれや。立てるか。その声、さっきのお客さんですか。あの、一体何がどうなって。クソが、その女は渡さへんで。すぐに仲間が駆けつける。さかい、怖いな。説明後や。とにかくここを離れるで。な、なに。静かにて。あ、兄貴。くそ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか。おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで。応援呼ばんかい。お、おい。厄介なことになったで。後ろにおれ。見つかったか。見ろやな。覚悟せ。やっと見つけたで。連中を任んと。見つかったか。見ろやな。覚悟せ。やっと見つけたで。
ついてこい。店長は無事なの？今は自分の身を心配せえや。なんです？後でゆっくり説明したる。ちょ待っとれ。いつまで逃げるの？もうすぐや。喋ってると舌噛むで。おい、危ないから後ろにおれ。いつら倒さな先へは行かれへんか。そんなら片っ端から相手したるまで。遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。よし行くで。
飯行くで。こっちや。くっそー、こっちあかん。こっちや、階段降りるで。そんな余裕ないわ。しっかり捕まってろや。行くで。おい、危ないから後ろにおれ。あとはここを突っ切れば奴らを振り切れるはずや。手こずらせてくれたな、兄さん。マコトちゃん、渡してもらおうか。くそ、しつこいやっちゃな。お前は、ここでじっとしとけ。はい。マコトちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。その代わり、ここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりと誠ちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。お前ら何も言え。なんであの女狙うとる。お前、そんなことも知らんと、あの女をどうこうしようとしてたんか。何やと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。とんだ間抜けや。お前は自分が何に足を突っ込んでるのか分かって。おい、どういうことや。くっそ、ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。
大丈夫や。もう大丈夫や。店長は。心配すんな。奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ。どうしてこんなことに。